リアン飛鳥山で展覧会を開催します葉山真理子です。私は私とは何か、他者とは何かという疑問から事物の関係性を描くことを制作としてきました。今回の展覧会は人と人、人と社会においての依存と自立の葛藤を描きました。葛藤は人の内面で起こる極めて個人的なもの、つまりはファンタジーです。葛藤の根源は親子関係にあります。人は人が生まれて初めて出会う家庭という社会において母性、父性の理想像を学びます。展覧会名を繰り返される夢の話と題しましたが、繰り返される葛藤は人が大人になる過程において自立と依存を繰り返して克服されていくものです。家庭における母性、父性の理想像、価値観は自分が属している文化圏の、家庭が属している文化圏、現代社会の社会構造に裏打ちされています。今回の展覧会を通して葛藤の核は何か、自立とは何か、思考を巡らせていただければと思います。新しく展開した今回の作品をぜひ体験していただければと思います。よろしくお願いします。